さてと、はい、今日は、あ、いやいや、こんにちは、こんばんは。今日は4月の19日。インプレッサスポーツ、なんだ、リニアトロニックイオン問題で入庫しました。で、代わりに、まあ、代車が来ました。で、その車が、この車、スバルステラです。RN2 ですね、おそらく。相当古いですね。もう7万キロ以上走ってる車ですね。スバルステラ RN2 というのは富士重工製ですね。最後のスバルの系ってやつですね。それを借りました。1週間ほど入院ということで、まあ、しばらく試乗レポート試乗っていうことではないんですけども、ちなみに、まあ、昔ステラ乗ってました。なんだ、今のインプレッサスポーツの前の前ですね、フォレスターの前に、ステラカスタム R ってやつ取ってましたね、あの紫のやつ。でその前がインプレッサ 15S GH3 ってやつですね、乗ってたので、まあステラは知ってます。ちなみに、まあずっとスパルの車乗ってて、一番最初がビストロが ECVT、 その次に新車で買ったのが R2 が ICVT で、その次がインプレッサ 15S480 で、ステラが ICVT で、フォレスターが 480 で、今のインプレッサスポーツがリニアトロニック CVT と、ずっと AT 系 CVT 系で、マニュアルは買ったことありません。まあ、別に運転はできるんですけども、とりあえずずっと CVT 系乗ってきてるんで、ちょっとこの車で軽く、まあ、まあ軽くっていうか今からうちに帰るんですけど、まあ、普通に使って乗ってみます。で、まあ感想を述べてみます。撮ってんだか分からないな。おい待て、マネージャー、あれ接続されています。今いつもはこれ使ってやんだけど、今スマホを使って状況をチェックしてます。とりあえず今もうレックして 3分経ったらもう行きますんで、バッテリーの余裕になるし、あとは余計なあれを切って機内モードにして変な着信がないようにしましたと。さっきちょっと昼間に乗ってみたんですけども、いや怖え、こんなに綺麗が怖いとは夢にも思わなかったっす。まずバック今するんだけども、バックモニターがないのは怖い。それかあれに慣れちゃうとね、ダメなんですよ人間、堕落しちゃって。うわで、まずそのまあオートマなんだけども、まあ CVT がここね、この位置やりづれ。どっちだ、いやなんだかかんだかわかんないけども、重い。すんげえ重い。大丈夫なのかってくらい重い。タイヤの上が、すごく重い。まあ。こう前に進まねかったべね、軽の車って。まあ、音が賑やかで。まあ、インプレッサースポーツとまず違う決定的なところは、まず
幅、車幅は狭い、もちろん。で、あと高い。高いんで、こう見えてるんで、すぐ見やすい。これはまあ、いいんだけども、ただ、揺れるね。やっぱ重心が高いから、なかったな。すごく揺れます。タイヤ、これ、あれかもしんないね。タイヤ、一着して足固くすればいいかもしれない。ていうか、ちょっとタイヤが、やるけはんで、ふにゃふにゃ、すげえ揺れる。揺れて怖い。怖いなぁと。はい。いつもお世話になっております。中央モーターさんです。もうちょっといい台車用意してほしいなっていう気もするんだけども、この今の車もうねえな。うちの車はここの今のさっきのとこのまあ中央モーターさんを経由して青森スバルっていうとこに行ってるはずです。でまあ1週間ぐらいかかるって言うんだけども、まあどういう風になるかわかんないけども、とりあえず今入院と運転した感じで、でもさっきよりは何もか走りやすいかなって。とにかく重苦しい、まあ、7万キロの車なんだよね、まあ、走ってもらえばあってもねえけども、乗り心地が、まあ、どうかって言えばもう悪い、いいんだか悪いんだかわからないですね。まあ懐かしいっていうか、ただやっぱペダル周りね、まず第一印象としてブレーキがさ効かない。インプレッサースポーツはブレーキちょっと踏んだ瞬間もガツンってかかる仕様になってるんで、その感覚は当時フォレスターが乗った時に、おなんだこのブレーキって思ったけどね、そんな感じの真逆。ブレーキ踏んでも止まらない。でやっと中間あたりでかかってくる感じ。今信号待ちなんだけども、ここでちょっと困るんだよね。インプレッサだったら ACC 作動でホールドに しとけばいいんだけども、今ブレーキ踏みっぱなし、 D レンジでブレーキも踏みっぱなしで、で パーキングニュートラルにしたも落ちてくるな、怖え。で、この車、パーキングはフットパーキングです。そこさあります。で、この走り出しはまずこのにぎやかなエンジンで、あれステラってコードうざかったべなという気がします。で、まあ、うちの場合、そのブレーキの踏み方が特殊なんで、ちょっと、まあ思い出しながら運転します。というのは左足を使うブレーキなので、右足でブレーキを踏む、まあできるんだけども足がでかいんでね、28センチ29とかな、足がでかい人なんで、こうブレーキ踏んだつもりがアクセルまだ踏んでるっていうのがあったりして、だからなるべく右足はアクセル、左はブレーキっていう風に今 AT 車の場合は分けてやってました。マニュアルは普通にね、右でアクセルブレーキ、左でクラッチしたんだけども、今とりあえず今左足ブレーキで、まあ、慣れてきたら、まあ、こんなもんだよね。ブレーキってこのブレーキに慣れちゃうとインプレッサーのブレーキ怖いかもしれないね。ツンって吸った瞬間にガンってくるからめっちゃ怖いかもしれない、お、青いインプレッサーっていうか、あれはセダンだ、わかんねえ、 GR なんとかでしょ、わかんねえ、ああいう型がわからないです。今日ちょっとこの後タモギの方面に行ってみます。なんていうの、言いたいことがあったんだけどね、前にステラ乗った時によく山発光だ攻めたりさ、投入したりしてやったなと思って、よくこれで運転
慣れてきた。慣れてきたんで、まあ大丈夫かもしれないけど。なんかみんなじゃんじゃんあっち行くな。ああ、タムギの方面、今そこの能面道路を曲がって、ワインディングの試し、思想、テストをしてみます。ただこれ仮物だからね、何が起きるかわからないんだよね。突然エンジンおかしなとかさ。怖いんだけども、曲がれるかな？曲がれそうではあるな。おお、みんな後ろの車も曲がる。ここで、この瞬間の加速がねえからな、この車。